はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は山本周五郎のエッセイ6月大晦日節です。この作品6月大晦日節は昭和32年12月の朝日新聞史上に掲載されたものです。生前気難し屋で、はにかみや、へそ曲がりで、自分自身のことをあまり語ることが少なかったと言われる作者山本周五郎の日常がうかがわれるエッセイ作品です。その後エッセイ集また明日会いましょうに収録されています。それでは本文をどうぞ。エッセイ6月大晦日節。今は午前3時で師走の風が吹いている。仕事場の窓に接している崖の上や崖の陰にある総輪が時を切って怯えたように鳴り騒ぎ、縁側のガラス戸もまたそれに応じて年末だ急げ、年末だ急げというふうな音を立てている。心豊かな生活をしている人たちはそんなことはあるまいが、この季節の風は私の耳には昔も今もそう聞こえるのである。空、年末だぞ急げ、年末だぞ急げ。昨日は年末らしい出来事が2件あった。一つはバスへの飲み屋から先おととし、つまり3年前の勘定を取りに来た。その飲み屋にはおととしの3月以来足踏みをしなかったし、そんな勘定が残っていようとは夢にも思わなかったので、私は自分自身に対して不信の情を抱かざるを得なかった。これは夕方のことであるが、昼飯の後では捨て子を見た。私は昼飯によくそばを食べる。今市中横浜に行きつけのそば屋が3軒あり、その他にミルクホールで一日チーズサンドイッチを食べるという順序になっているのであるが、そば屋の中では5丁目の D 屋というのが最も好みに合っている。そばの味も好ましいし、町の情景も好ましい。百貨店や大きな老舗のある1丁目2丁目あたりに比べると、その5丁目のあたりはかなりひなびていて、12月に入ると早くも全店半額とか、店じまいにつき投げ売りとか、大景品付き大売り出しなどというビラを店頭にベタベタ貼り出した店が並んでおり、赤子を背負い小さな子を連れたおかみさん、今はすべて奥さんと呼ばなければ民主的でないと怒られる模様であるが、おかみさんたちが真面目な態度で品を選んでいるといった具合なのである。捨て子はこの通りにいた。4つか5つくらいの男の子で、糸のほつれた黒いセーターを着、穴の開いたよれよれのズボンに指の出るズック靴を履き、けれどもよく肥えた丈夫そうな顔つきで、片手に小さな風呂敷包みを持ち、そうして涙と鼻でぐしゃぐしゃになった顔を仰向けにして声いっぱいに泣いているのである。近所の商店の店員と見える若い男女が 4、5 人彼を取り巻いて、どこから来たのかとか、お家はどこなどと聞くのだが、彼は何も耳にいらぬという様子で、ひたすら天を仰いで泣くばかりだった。後頭部が背中へくっつきそうになるほど仰向いているので、まさしく天を仰いで号泣するというふうに見えた。そのうちに若い女性の一人が彼の持っている風呂敷包みに何か書いてあるのを見つけたらしい。この子をお願いしますと書いてあるわ、というのを聞きながら、私はそこを離れて歩き出した。多分私は老いぼれた感傷的な不老者のような顔つきをしていたことだろう。確かにその時も私は自分自身に対して不信を感じ、自分自身を罵っていたのである。今は
午前5時10分前、市電の職員電車が崖下の停留所へ着いて、そして出て行った。風はまだ止まない。霜、木枯らし、氷雨、寒さ。景物はすべて寒々と厳しく非常である。私は思うのであるが、どうしてこんな季節に大晦日などという軌道をはめ込んだのであろうか。どういう理由で誰が企んだことであるか聞きたいものである。仮に大晦日が5月か6月にはめてあったとしたらどうだろう。着るものも軽く簡単であるし、光熱量も安く、食べ物のカロリーも低くて済む。酒はまあどっちでもいいでしょう。空は晴れ、青葉に風は渡り、色鮮やかに花は群れ咲き、着たまま頃寝もできる。景物はすべて明るく、生き生きと能動的である。たとえ感情が払いきれず、商人諸君に不機嫌な顔をされたとしても、明朗な気分で受け流すことができるだろうし、商人諸君の方でも明朗とまではいかないかもしれないが、そういう能動的な明るい季節であってみれば、さほど陰鬱に凄むということもないだろうと思う。まして、いよいよ押し詰まったとか、年が越せるか越せないかなどという抽象的な観念に脅かされた親子心中や一家心中、捨て子、保険金欲しさの放火、その他諸々の犯罪などもずっと件数が減るに違いない。6月大晦日節は、実を言うと S 社編集部の若い記者 S 君が言い出したものである。ひょいと思いついたものでしょう。次に来た時には忘れていたが、忘れたのは S 社という大出版社の社員であり、親がかりであり、失恋だけが心の痛手だという年齢によるのであろう。私にとっては決してそんな軽い問題ではない。所管庁の年度末も3月なのだから、我々庶民の年度末も5月か6月であって悪い理由はないと思うが、どんなものであろうか。何？そんなことはどっちでもいいと言うんですか？それは失礼。山本周五郎作、エッセイ6月大晦日節、全文読み切り、書室、朝日新聞、昭和32年12月より。朗読1回読み切り。